南瀬ゴールサービス。本日の作業内容は、内部足場による、棚足場ですかね。注意事項としましては、一応結構高価なものがあるんで、まあそういうものをぶっ壊していこうかなと思います。作業順読め。では最後、ちょっと安全コールいいですか、はい、はい、構えて。今日も完全に。ずるい、完全に。ずるい。一応さ、新年じゃん。お前今誰が渡したの？あー、今日俺だよ。そうだ、これ見られたバカ者なんだよ。1個ぐらい見たことあるのかな。お疲れっす。お疲れっす。お疲れ様です。まあ本日はですね、まあ僕がまあ1月15日かな、1月15日に解雇になりまして、ただまあ別になんか本当なんていうの、その関係とか別にね、崩れてないし、今まで通りだってみんなとは一緒に仲良くするし、勘違いしてる多分視聴者さんもおるんですけど、 YouTube とかも全然出てきますんで、ただまあじゃあ1年ちょっとやってこいよっていうことで、まあその僕のために、みんなのためにね、ただその名目が解雇だだけだってその名目が解雇だだけだって、はい、ってことで、まあ前回寺西くんが最終ラストね、社長んちょ塗ったでしょ。だけどその寺西くんは塗装だもんで社長んちょ塗ったけど、まあ、僕が今回、まあ、足場職人なんで、どこまで行ってもね、社長が会社に行った後、まあ僕らが、まあ、社長んちの外装じゃなくて、中を組もうかな、僕らがじゃないけど、ね、だから僕らが、がでね、俺ら付き添いね、付き添いじゃない、いや、付き添いでも僕は別にいなくなる人間だから、15日からいなくなる、みんなでやってからかんね、だって次の後がもう誰になるの、大丈夫、面白くないやん、最近、俺全然出てないけど。全然出てないけど、最近勝った面で、家族テーマ作ってまあそんな感じで、ちょっと今日は魔法の鍵も持ってきますんで、結構大変そうだよね、なんか入り組んだり、そうっすね、絶対ブチ切れますよね、切れんて、はい、大丈夫だって、普通に任しとけって多分、パッて来て、パッて見たら、あ寺道レベルアップしたんだなって俺から先心配だろ、ちゃんと3手とか持ってきた？ヤグモテスリ持ってきてる、持ってきてる、持ってきてるっす、ちゃんと3手とか持ってきてる、今回誰が持ってきてる、今回誰が持ってきてるってことで言うとね、はい、はい、後ろずしてみ、後ろっすか、もう、だいぶ足場よりめっちゃありますね、足場より進んでるね、あれ、ハサミある、あ、ハサミね、まだ着地あるだろ、あ、あるか、着地ある、現地調じゃあ、とりあえず入るか、ないものは全部取れる、結構室内で声響くんで、はい、なるべく静かにね、お願いします、お願いします、失礼します、お願いします、ちょっと待って、社長なんてお香みたいなの置く人間だよ、置く人なんか芳香剤みたいないや、置いとるんです結構、そう、社長の前の部屋にもあったさ、芳香剤ね、芳香剤ね暴行罪で社長やん、暴行罪だろ、普通に罪だろ、じゃあ用事しときますね、あ、用事しようか、絨毯、絨毯邪魔だよ、絨毯の上でいいんじゃない、これちょっと邪魔だな、これパスタ、パスタあげました、あ、あはもうやばいさ一応ね、なんかここ触りたい人だからここね、ここ触りたい人だったね、とりあえず一応その落ちたら危ないから一応全面組む、それ何それ、髪の毛切るハサミですかね笑いすぎだろお前、怒られるぞこれ内部足場ってね、養生基本だから、うん、で高価なものはぶっ壊してもいいけど、はい、下に汚したらかも、うん、養生だけ人かんだな、うるせえだな、そうやなあとでうるせえだな、ビデオ、カメラ回ってないところでな、カメラ回ってないところでやられるから、手袋あったっすか、手袋、あ、手袋あった、あ、本当でした、顔で、あ、持ってねえな、ちょっと手袋使うわあれお前ベッツやん、寒そうやん、お前とリュウジ君、あれそこダウンあるもんで、そっち筋にダウンにも持ってくれの、そうそう、寒いだろ、寒いだろ、あっちにもあるでね、あっちにもあるで、2個もんくれな、
安全帯よし。本当に大丈夫ですか？なんか怖くなってきた。大丈夫ですね。任せとけね。室内組むの慣れとるで俺。慣れとる。俺慣れとるで。大丈夫だよ。僕帰っていいすか？まずい。ちょっと帰ったら。いや、帰ったらお前縁ならんがや。ここはチームみなみだろ。チームみなみだろ。俺絶対やばい気がする。やばいっすね。カナタ帰ろうぜ。俺も帰ったら養生者から同罪だよな。どうや残っとるで。これ給料なんてないっすよね、今日。あ、給料つけたら、俺が出ます。あ、出ます。普通に土足がある。なんか、気にしとったらな。靴とか関係ないですね。関係ないって、こんなもん。これ、見とらかった。危ないっすね。1個ぐらい見れば、多分分からんすよ。社長、多分分からんすよ。1個ぐらい見れば。3人の、あれが犯行だよね。いや、凶暴の目だね。凶暴の目だね。それ絶対待っていいぞ、お前。絶対待っていいぞ。絶対待っていいぞ。絶対待っていいぞ。見てて待っていい。あ、いいね、いいね。オッケーオッケー。家は社長の家ですって書いとけよ。あ、いいね、いいね、いいね、響くね。本当にするんすか？え、一応だ、新年じゃん。お前、今、ザイル渡したな。あ、今日もね。違う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 。これ、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 これ。モザイクかけて。もうちょい、せーの。あ、いいよ、いいよ、あら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 。あ、いいね。ちょうどいい。もうちょいこっちやっていいけどな。いい、いや、できる。もうちょい、ちょっと離れすぎとるな、こっちが。せーの、よいしょ、もうちょい。せーの、あ、オッケー、いいよ。うわー。おお、落とせ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 。うわ、落とせ。ガラス割れ。落とせ。落とせ。落とせ。だって、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ソファ、これさ、汚れ、ブルーシートかけようぜ、これ。あ、これ、汚れ。さすがにまずいだろ、鉄粉がついとったら。せーの。まだ、せーの。あ、あれが当たってる。あ、やばい、あ、やばい、あ、当たってる。あ、やばい、あ、当たってる。あ、やばい、あ、見てねえだろ。あれだろ。いや、撮った撮った今。あ、撮ってましたね。まずちょっと手すりくれ。これが本当の足場屋さん。まさ勝手に組むのが、いや、改修工事ってさ、ずっと探して、いね、いろんなイレギュラーが、はい、新築だったらもう図面があってこうパッと決まってるけど、はい、それで俺らみたいな改修工事ってのはさ、やっぱこうやってね、このランニングマシンがあったりとか、はい、キッチンがあったりとかするから、はい、そういうところうまいことをそのなんていうの、避けて組んでいくみたいな。ちゃんと直行つけろよ。それ2点かなんか入れやろ。2枚入る。いや入らん、これがあるもん。3点入りゃ入れる、2枚。あ、1200入れるってこと。ちょちょ、そっちに。あ、また忘れる。みんなありがとね、今日本当に。俺のためにさ、せっかくわざわざ集まってくれて。最後だから、やっぱいい作品を作らなあかんっていうのが俺の中であるじゃん。虫。はい。虫。いや、めちゃくちゃいい感じに貼っとるやん、全部。ってこと600だね。600で1件でいい。これ6点いくんすよ。いかん、いかん、いかん。ここ消えてない。上ステージこの前。あ、これで社長自分で電気交換とかもできるじゃん。おー、ゆうちゃん、もう完成ちゃう、これちゃんと。お前ら、その呼ばれても絶対バラしたらあかんすよ。よく知らないっすよ、絶対意図したらあかんすよ。社長に言われても。あ、そのあとバレるな。バレるやつねえじゃん。あ、やばもう一本。あ、や一応腰入れといた方がいい。そうっすね、危ないです。危ないか。あ、オッケー。ちょうどいい位置抜けですね。だろう、ちょうどいいんだ、これ。足場入れるのに。
ちょうど雪抜けじゃないんだよ。入らんだよ。なあ、足は。あ、ちょうだい。あ、待って、失礼。あ、いいじゃん。いいじゃん。はい、OK。ちょっと、ダメだった。いいよ。最近俺もいいじゃん。いいじゃん。あ、いいじゃん。完成した。綺麗ですね。綺麗だな、なんか本当にな。芸術やんけ。よじを巻いてけんですね。ね、よじ巻いてけんよ。そのためのよじだよ。そうそう、そのためのよじだよ。ないからね。ひもないの。え？あ、テープやね、テープ。あ、ひもあるんじゃん。あ、いいよ、オッケーオッケー。まずぴったりや、これね。ね、マジで。安心。あ、オッケーオッケー。気づかんないし。で、あと玄関だろ。玄関の入り口絶対最初まさなかんだろ。気づくっすよね、でも。え？見た瞬間気づくじゃないですか。どうして気づかんかった？うわ、やられたって思ってた。気づかんかったらどうする？ちょっとした病気でしょ。ありがとなーって。ありがとなー。どんだけすごい好きなの。待って、あ、これちょうど取り返したい人だよね、社長が。ああ、ちょうど取り返できるよ、こうやって。ちょうどいいっすね、それも。もう乗り換えできるから。ちょうどいいね。疲れたね。本日の作業も終わりましたか。本日作業一応無事ね、解体、組み立て終わりまして、ただやっぱ、物が壊れてないからね。そうだね。そう、注意事項としまして、やっぱ高級なものがあるからさ、それを壊しましょうって言われだったじゃん。だから物が壊れてないから、最後にちょっとね、モンクレンダウンとかリュウジ君に、グッバイってやってほしいよね。最後やってほしいよね。なくても気づかんかもしれない。ということですね、まあ、本日の作業内容、小林で、ね、まあ元請けさんが誰だっけ元請けさん MT 工業さんえ MT 工業さんあ、MT 工業さん俺の元請けさん俺だったんですまあね、小林家のちょっと成馬島、棚島終わりましたんではい、まああとはちょっとね、小林さんの帰りをねまあ社長の帰りを待つのみだよね本当いつ帰ってくるか知らないいつ帰ってくるかまあそんな感じで、まああとは社長の帰りを待ちますかそうですね、待つとか多分俺らいないよ多分連絡かかってきてくるじゃないですか連絡かかってきて社長が電話かかってきました多分そっから始まるんですよ、ね、じゃあまあ本日ね社長のまあ、小林への悩ましも終わりましたんではいはいお疲れさまでしたお疲れさまでしたお疲れさまでしたじゃあもうそろそろ社長帰ってくるだろう、はい、だろうとりあえずと隠しカメラ設置して、はい、で社長帰り待とうかあ、わかりました、ね。で、とりあえず、俺ら1個カメラ持ってくるから。はい。お前ちょっと残っとけよ。じゃないと撮れんねリアルなよ。うん。ああ。だから、ここら辺ぐらいで残って、とりあえずカメラ設置して、とりあえず俺ら待機しておくで。はい。絶対居酒屋とか行かんで。な？だからとりあえずカメラパーって設置して、お前上からあれ見ていてもらえや。はい。で、社長は何気持ち悪いじゃない。指切りやまん、嘘ついたら針千本伸ばす指切ったわかりましたよいしょじゃあやろうかわかりました大丈夫上やなダメいつらもう下でしょうかまあどっちじゃんってバレるもんなこんな入ってきた時の顔でもうこっからいいっすかこれあ、ここでいいやんあ、わからんわからんこれでいいやんわかります僕入れてあわからんなあ、じゃあわからんじゃあ行こうかそれで行こうかそれで行こうかその社長が入ったら俺ら見とくで、近くではいこっちのカメラでバーって突撃すぐそう、すぐ突撃するね頼むぞすぐあ、わかりましたすぐ行くすぐ行くすぐ行くすぐさよならわかりましたすぐ行くすぐ、はいトンビのようにすぐ行くでじゃあ頼むなわかりましたお疲れお疲れでしたすぐすぐなすぐです、はいお疲れよっしゃー、社長来るの待とうかもう帰ってくるでなもうちょいですかもうちょいどうする突撃するのやめるやっぱさっき伊藤来てっつったけどまだこんな消してももうやっぱ夜になったねそう夜になってねで電気つけっぱなしだから多分一発で気づくよねあれなんでおかしくねみたいななるよねな会社から連絡入ったんで普通に、うん、もう出てきましたよ
どういう反応するんだろうな。こうなのかな、パッて出し。あれ、あいつがバレてから出てから行こうぜ。でもあいつ玄関入ってバレた瞬間俺らもそこで入ってからかんじゃん。そこで入ってからかんじゃん。今絶対戸惑ってる。ブレーキランプ踏みながら、あれ俺電気消してるな。あ、こっちから走ってこいぜ、走ってこいぜ、走ってこいぜ。来て来て来て、車じゃなくて。駐車場着いてからが長いですね。全然入ってこない。何やってるんですかね。来た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 。なんやっと、はい、お疲れ様です。なにこれ。いや、なにこれ、お前ら、あいつらは何をですか。何ですかって、なんだてめえ、こら、おい。はい、あいつら、あいつら、なにこれ、お前ら、めちゃくちゃ吹っ飛んだ。おい、おい、おい、おやってんすか、社長。何やってんの。何これお前。めちゃくちゃやっとんなお前。これいかんだろさすがに。伊藤の指示で寺西さんもやったもんでやってくださいって。伊藤の指示で。ワンボタン僕組み立てもいないっす。僕とショウ君はいなかったです。あ、僕とショウ君はいなかったです。最初から嘘嘘つくなお前。つくなお前。何これ、こっち入ってこいよ。何これ。何これお前。社長、社長、社長、うわっ、こっちまでやっとるかよお前。ちょ、まあ、どうすんだこれ。解体しろよお前ら。はい、どうすんこんな時間解体できへんかよ。バラしてけよお前ら。今日っすか、今日っすか。頼むやろそんなこと。どうすんだ俺じゃ今から。作業終わりました。ご飯どうやって作れよ。いや一応社長すごい一応気使ったんですよ。見てください、冷蔵庫開きます。おい、ちょっと何やったの。これはでもあれっすね、もともとはもう主犯が伊藤で、企画今構成してるじゃないですか。でそこに連れられてなんか休日喋ってたらしいですよ。カンタの動画撮って最近伸びとるやつ。まあ、あれは確かに負けたよ。ですよね。なんでまあそれがあるから多分カンタさんだったらいけますよみたいな。もうバレたからよ。何これ、ちょっとヤバいでしょお前。ちょっとどうすんの。一応生活できますよ。生活できる高橋さん。生活できる高橋さん。じゃあ俺は次やりなさい。誰だお前ら。持ったんか、全員持ったんか。お前ら仕事は。はい、いや今日午前中休みっすね。午前中休み。じゃあ午前中休みじゃないって。あ、休みじゃない。やったろこれ。午前中っすね。エルテックから仕事もらったんですよ。違って、違って。MT 工業。MT 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 工業の仕事。はい、そうですね。仕事とか。いや、元請けさんが MT 工業で、僕らは受けた。セコサービスに受けた。お前らでも社長の家で上がっとってやってたらどうやってやられたんだよ、ほんと。いや、これどうすんだ、バラせよ、今から。でも、わからんかったらしいっすね。社長の家って。社長の家って分かっとるよ。分かっとるよ、こっち。竹飲みしとるやんけ。どうすんだ。カメラマンやってる。カメラマン。カメラマンやってる。すいもん。すいもん。あいつなんか怒られたくないよ。ちょっと危ない。ここの手すりは多分多少。ちょっと危ないよ。怪我する。こいつの前怪我したら訴えられるやつ。ロギーかねえやつ。一発ロギー。一発ロギーかねえやつ。いいやこれお前。お前おったん。僕いなかったです。まあ、いないです、本当に。人はいなくて、で、まあ、ここの4人で、まあ、午前中ちょっと、現場も空いたっていうのがあって、まあ、応援ないですかって言ってきたんで、まあ、ちょっと港区でちょうど物件あるよって言って、一軒。なんかですかね。なんかね、聞いてなかった。どうすん、ちょ、どうすんの、マジで。なんか最近、なんかよく会う女の子おるらしいじゃん。いや、いないっすよ。何あれ。はい。何あれ。
誰がすか、うん、アンカーね。え？急に話もうこれ流れたらもう来んねん。だっていや挑戦しよう、みんなプライベート挑戦しようぜ、誰が推進伸びるか。ああ。だからこいつも行ったよ、俺も正月行ったよ、はい、でリリーちゃん行ったよ、はい、リリーちゃんめっちゃ伸びてる、俺行ってるって伸びんかったよ。もう俺には勝てるから行ってる。それ面白くない、まあ企画にもよると思うけど、うん、もちろん、はい、いいよ、一人ずつプライベートで。いやー、そうですか。それはもう一人旅とかっていう感じですね。で、いいよ、お前は一人旅だけど。はい、まあ、あの子がプライベート、一人旅許すなら、あの子がね、お前を。多分ダメですね。多分ダメですね。使ったことない脳みそ使ったみたいな気持ちだよ。試しくない、試しくない、どうだったよ、今の子な。いいじゃん、それプライベートな。まあいいっすね。面白そうだよな。はい、じゃあ何一応締めてよ。はい、まあ今回キジ記事の場所行ってくれた、記事の場所行ってないっすね。記事マッチング、はい、もう本当に500社もう間もなくなんで、ぜひ登録、まあ職人さんと建設業だよな。今本当に暇なんで求人めっちゃ来とるな、また今日また来た、まあ、そんな感じです。はい、はい、まあ今回ちょっと僕が独立するにあたって、まあ社長に安心させてあげるということでね。はい、はい、まあこういうこんだけ大場所までね、きちっと養生してきちっとね、組めますよ。まあそれはいいよね。まあうち結構、まあ、うん、まあ結構外部の仕事だって、今塗り替え道場の仕事半分外部半分だろ。そうですね、まあ、そこは結構ゼネコン関係の仕事もしとるんで、まあ安全面だうんぬんだけど、先行手数とか、はい、マンション大型マンションも結構やっとるかな。やってます。で売り上げも今半分ぐらいは外部の仕事になってますんで、はい、またそっちの方もぜひ、まあ、ちょっと暇だしな、はい、うん、声かけてください。はい、お願いします。うん、仕事ください。僕はもう、まあ、応募試合じゃん、ついでに。まあ別に、はい、まあ、前も言ったけど別に、はい、いじめとるわけじゃないもんね、はい、まあ、まあ本当に一生懸命やってくれっていう動画にもやっとると思うんで、はい、まあ声かけてくれや。で、まあで2人3人ぐらい決まっとんだろ。まあ2人3人は決まってます。うん、で、まあトラックぐらい持ちでやるの。いや、トラックはまだ持ちじゃないですね。もう、まあ、応援です、応援からです。はい、やるって言ってもぜひ声かけてあげてください。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。また見てね。しょうがない、笑ってんだよ、お前。笑ってないです。笑ってない。なんか、くさくさに飲まれたらおかしいよ、これ。笑ってないです。だから、それがいい。